ブランスフィールド島、クレアムランド北部と周辺の島々1南極半島、2ジェームズ・ロス島、3デュルビル島、4ジョインビル島、5ダンディー島、6スノーヒル島、7ベガ島、8シーモア島、9アンダーソン島,ー島、10ポーレット島、11ロッキャー島、12イーグル島、13ヨナセン島、14ブランスフィールド島、15アストロラーベ島、16タワー島、ブランスフィールド島は、 長さ約9キロメートルで南極半島北東端のディルビル島の南西6キロメートルに位置する島である。1842年にジェームズ・クラークロスの率いるイギリスの探検隊がジョインビール諸島の西端の定地をイギリス海軍航海長エドワード・ブランスフィールドにちなんでブランスフィールド岬と命名した。1947年のフォークランド諸島探検隊によって この生誕は独立した島であると発見された。この島は南アメリカ大陸に最も近いグレアムランドとして知られる南極半島周辺の島の一つである。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ地質調査所が作成した次の文書本文を含むブランスフィールド島サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。 ありがとうございます。